意味はないけどちょっと動画を撮ります。信用取引っていうのはね、絶対にやったらダメだと、まあ、今更ながら、ちょっと前までに比べてだいぶそれを痛感しています。確かね、買いは家まで、売りは、まあ、売りっていうのは空売りかな、売りは、命まで、まあ、取られるって言いますけど、まあ、命はともかくね、家をなくする、可能性があるっていうのはやっぱり本当なのかなっていうふうにちょっとね実験をしてます。信用取引をねまだやってない人がいるんだったら、信用取引口座っていうのはね絶対に作ったらダメだと思います。もうちょっとね声を、まあ、大にして言っても今更なんですけどね、やっぱりね信用口座を作るとね、本当に家を失う、また下手をするとね、まあ、命まで、ね、失いかねないのかなっていうふうに思います。まあ、僕は、ね、まだ命っていうところまでは行ってないけれども、下手するとね、今から取っていく順番を間違えると、家を失ってしまうんでしょうね。まあ、なので信用取引をね、そもそもね株式投資っていうのは一説には 95% ぐらいの人が負けるって言われてます。で残りの 5% がねどんどん雪だるまみたいに資産を作っていくっていう状況を考えれば 95% の人は大負けをするというのは真実だと思います。株式投資やってない人は絶対にやってはダメです。ちょっと言っておきます。株は絶対やるな。ね。はい。